AJ ライケット。はい、今回はですね、はい、今ツルディが AJ ハウスにいるんですけど、で今寝てるんですよ。寝てますね。で今からまあ襲撃に行くんですけども、はい、めちゃくちゃ面白い企画を持ちつけまして、ブチコにアポってます。ブチコには10時に来てくれと AJ ハウスに言ってるんですよ。ブチコとツルに接点全くないというか、会ったことないんですよ。そうだね。ツルには来ることは知らないし、ブチコもツルディがいることは知らない、ね、題して全く知らない初対面の人2人合わせてスポーツドッキリ今から、まあ、ツルニーのとこ行きます、監視カメラセットします。ブチコにちょっと家出るときに一応連絡してくれと言ってあるんで、ブチコから連絡が来た瞬間、俺らは家にちょっとでかい家具届いちゃったから、ちょっと取り行ってくるみたいな、30分ぐらい開ければみたいな感じで、ちょっと樹海さんちょっと手伝ってみたいな感じでこう出てくる。あー、オッケーオッケー。でその間に車の中入ります。ブチコさん到着してます。まあ俺らの車置いてあるので、いるもんだと思って多分普通にエイジハウスに向かうと。ブチコさんが入った瞬間、ツルニーと初対面同士がこう会った瞬間をビデオカメラで押さえたいと。じゃあちょっとそんな感じでやっていきますか。いきますか。はい、ということでドッキリスタート。並べろみたいな。ちょっと顔変わ、そんな変わってないね。難しそうだね。髪短くなると幼く見えるね、顔が。まあ確かになんかブーブーに並べたら、汚して最後に綺麗な方が。確かに。どかすの。あ、邪魔っしょ。この苦味がね、やっぱね、ザ・大人の味な。まあ、樹海さんみたいに40代入るとやっぱりバカ野郎だ。ガチでヒカキンさんいるじゃん。あの家具が届いたらしいわ。ああ、はい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 。だからちょ一緒に来てほしいんだよね。うん。あれ入んねえから。マジソファーこれ入んなかったからな。てかヤバくないっすよね。俺らこれソファー。ちょっと家具みたいな届いたらしいから、ちょっと取っといてくれよ。はい。ちょっと編集してきます。いて。だからもしかしたら後でちょっと立て付けとかやるかもしれない。ああ、全然。はい、ということで、監視カメラ確認中でございます。ツルニーが今編集して、今ソファーの方から編集の方へ移っちゃったんだ。はいはい、あ、そうだね。あとはね、マジでブチコさんがいつタイミング、どのタイミングで来るかなんですよ。そうなんですよ、ね、そのタイミングで本当にガチで隠れないとね。ドキドキすんなこれ。そろそろ来んじゃね。いや、マジでそろそろ来るぜ。俺のお休み元じゃなくて大丈夫。そろそろマジで来そうだな。もう10時回ってるし。マジで。うん、今10時4分。え、だから単純に遅刻っすね。遅刻じゃねえかい。普通に遅刻じゃん。57分不在で入ってるわ。ちょっと電話してみるか。うん。あ、もしもし。もしもし。はいはい。ごめんごめん、さっき渋滞だったもん。あ、嘘。もう着く。オッケーです。よ、うん、うん、よろしく。はーい。ってことはもうすぐ来るね。もう来る。緊張の一瞬ですね、これ。だよね。この音そうじゃない。来た。やばっ、逆から来た。あいつ、ちょ逆から来たんだけど。なんで逆から来んだよ。すいません、逆から来やがった。ちょ、ザーザーを隠るしかね。
疲れ様です。お疲れ様です。あれ？お邪魔しております。お疲れ様です。あれ、何も聞いてないですか？何も聞いてないです。僕何も聞いてないです。あ、なんか、今、ちょうど二人、なんか家具見に行きました。家具を見に行った。なんか家具届いたから、一旦見てきますって言ってました。なんかすぐ帰ってくるみたいに言ってましたよ。あ、そうなんですね。はい。あ、申し遅れました。鶴兄と申します。あ、申し遅れました。チャンネルではブチコで通ってます。申し遅れました。鶴兄と申します。チャンネルではブチコで通ってます。ありがとうございます。ペコペコしてんな。ちょっと編集ここでひっそりとしてるんで、全然なんか気にせずに。はい。どっかに隠れてるもんじゃない。いや、マジで隠れてないと思いますよ。物色してる。なんかガチで家具なんか届いて見に行くって言ってましたよ。何で行ったんですか？車じゃないですかね。見えないと思ったんですよね。はい。じゃあ何なんですかね。まあ、でも家具見に行くって言ってましたよ。あ、家具？なるほど。ガチでそれしか聞いてないです。え、これドッキリなんですか？え、いや、え、僕はそう思ってます。え、いや、僕、え、いや、あれ回ってないですもんね、絶対。うわ、これ回っ、え、回ってるんですか？なるほど。やるじゃん。え、回ってました？いや、電源は入ってますね。そんな、まさか。いや、カメラにつけてダメですよ。え、これでもドッキリだとしたらちょっと雑いな。遊びましょう。え、遊びましょう。何に気づいたんですか？いや、これ察しましたよ。いや、これ絶対ドッキリだ。絶対ドッキリだ。だから絶対ドッキリですよ。AJ 探しにしますか？いや、隠れてはないと思うんですけどね。いや、隠れてないっすよ。絶対。え、なんて言われてきたんですか？え、普通にいつも来てるんですか？いや、今日は事務所集合でって言われて。あ、別に何も聞いてなかったっす。もうちょっとしたら出るっすよ。あ、そうですね。いや、ここの家にはいないっすよ、絶対。あっつ、汗やばい。いやー、びっくりした。すごいね、これ。いや、ちょっとおかしいんすよ。どうしましたか？よく考えたら。ここの扉をさっき外し始めたんですよ。扉を外した？そうです、ここの扉です。まあ、あるじゃないですか、ここに。普段。普段ここにあるじゃないですか。扉。あー、多分撮影の時に。それをさっき外してたんですよ。絶対映りやすいように。え、ちょ、いや、撮ってるか見るのちょっとなんか YouTuber じゃないな。撮ってるか見るの YouTuber じゃないな。いや、これドッキリじゃなかった時一番恥ずかしいですよ。え、そうですね。一回撮ってるか見ましょう。録画ってなってるか見ましょう。めっちゃ確認してる。めっちゃ確認して。録画ってなってますね。録画ってなってますね。録画ってなってますね。録画はされてますね。え、でも、なるほど。じゃあ遊びましょう。遊びましょう。そういうやつでしょ。そういうやつでしょ。え？え？お前らやっと気づいたようだな。いや、これじゃないですか。え、そんな、え、これ、そんな機能ついてる。え、これカメラじゃないですか。行くか、行くか。いつから？ちょっと待ちましょう。え、
いや、やられた、やられた。あれ、知らない人いる。いや、こっちのセリフっすよ。知らない人来たって。知らない人来たって。あ、ちなみに、あの女子大生ですかね。え、うらな。うらな。アナル。イヤッポンですよ。イヤッポン。何言ってるんだ、嬉しそう嬉しそう